終わってました。なんか今日終わるの早い日っすか。よく来たな。俺のパーカー持ってきた。ありがとうございます。ようこそ。来ちゃいます。よう来た。ヘリコメンス。ありがとうございます。寒。ありがとうございます。ポルトここまで寒くない。結構いい。もうこの時間どうも来た。お食事はしか入れない感じ。どうも。使えるところ。使えるところ。ベーシューのハウス。デンハムジーンズ好きだな。この間もそうっすよね。ベシューザナプラジャンプベシューザナプラご飯とか持ってきたの。あのスーツケースだって。みんな出張とか選手とかも来てケバブ食ってめっちゃハマって最後ケバブ食いたいです。またネックでした。ケバブ2つ食ったんですよ。やば。まあでも食えますよね。来なかったからなんかカッコ悪いし、なんかこれ以上カッコ悪いし、それでなんかマサがなんかほんまにいやなんなんすかみたいになってもいいし、しかもちょっと冬でフリーになるから。まあ多分そういうの言わないですよ。でマサはでも言ってほしかった。なんかそのどこどこが興味あるとかね。でも自分が担当してる選手がねこうなると嬉しくてしたいやなんかもうあんま変わんないっすね正直日本だいい感じに綺麗だね。目で見るより写真、目で見るより携帯の方が綺麗だね。見てる感じするよな、こういうの見るとあれ家なんだ、確か家なんだよね、あれなんか変なこういうなんかこういう形のあれ家だよ、そう家、確かそれがうまいやつね、うわ出た、あれあれね、
これちょっとあればいいかな。食べたりと肉は何倍とかだと思うんだけど、こっちのキュウリ太すぎない？太いよね。これだから。基準。わかるわ。あるある。うまっ。昼間からここで飲んでるからね。意外とちょうどいい量かもしれない。やばいやばいやばい。ハマった？美味しかったね。うまいよね。うん、あれトルコ料理だ。ドイツは移民が多くて、特にケルンかな。トルコ人がケルン市民の確か1割を占めてる。これがドイツのシュニッツェルというカツレツ。ホワイトクリームでも、学校どんな感じなの？学校？語学学校って言って3ヶ月スパンかな。A1、A2、B1、B2、C とかでカテゴリー分かれてて、まあ、下から1ヶ月やってて3ヶ月で 4万円ぐらいか。でも月金で15回、午前中全部12時、ドイツ語で1号まで。友達もできたし、結構それ、てかなんか最初こっち来て3ヶ月ぐらい独学でなんかハマって、で3ヶ月後に学校に通い始めた。た頃にはもうでもなんとなく独学の分でカバーできるぐらいだった。独学で予習して学校で復習、そんな僕はそんな感じです。なぜかみんな結構どっちが普通にも最初から喋れてたし、すごくなんかヨーロッパの人たち、ルーマニアとかサウトルコとか、すごい独特感の、なんかちゃんと3ヶ月通ってきて、しかもなんかさ、極力英語も使わないようにしてるの先生が、イングリッシュのみたいな。でも本当になんかディティールの説明を求めるときはイングリッシュでなんか聞くのよ。でイングリッシュのって言いながらもイングリッシュで解決してるの。それを見てさ、俺今これもわかんないし、ドイツもわかんないし、なんで劣等感半端なかった。だからせめてドイツ語は波ぐらいまではいかないと安いな、言ってる意味ないな。それだけはモチベーションでした。これをみんな諦めてた。間違いない。スペイン語圏広いし、スペイン語行けたらイタリア語とポルグ行けると思うけど、そんな変わんないと思うんだよな。日本語って来ないやん。終わってるよね。マジで。マジで。ヨーロッパ行きたいから。それ苦労します。5分ぐらいまで行かないから、スタート立てないよね。全然違うね。今若手に言っても響かないんだよね。
いろんなこと若手に言っても何も響かないから。プロ入ったそうするのは英語やらなきゃって思う。まず英語じゃないですか、やり方がわからなかったとりあえず大手の英会話レッスンにとりあえずオンラインのやつに入るだけどやる気がしてそんなやらなかったと何すれば大切さに気づくかな。この住む前に席決まる前に何かできるとしたら何ができるかなって考えます。せっかくみんなさ経験してる人がどんどん増えてるんで結局若手はゼロからスタートするわけもったいないじゃないですか。みんないい気がしてるんだから仕組み持てば、ね、ちょっとずつみんなサイクルが早くなるじゃないですか。何だかって思って1ヶ月ぐらいすごい。これテキストあって今日はここから先生日本語で使うの聞いちゃったの。普通のやつそれまでは全校やって頑張ったね、独学。うるさなくさ。4年目だけど、まあ、英語は、まあ、ほぼ問題なくできてるって言ってて、最初週2ぐらいで、レッスンやったら、1年目やってたから、2年目から、自分でお金払って、1時間50ユーロ。やってくれたらしい。英語喋れない選手いますけど、そういう選手はでもポルトガル語喋れないから問題ないです。両方うまく使えないとなるだけで、とりあえず英語できてればもう試合で交代入るとき、みんな興奮してるんで、ポルトガルの指示だれとか、全く。これでも俺入るのもめちゃめちゃオープンな感じになる。まず発煙筒で。ちょっと中断、あれ1分15秒とかでもめっちゃ面白かった、本当に音がある。そうなんだ。あと半分に食べていい。そっからのこれ超重いです。お酒に味わってエビもうまくない？なんだこれ、どこそのかラインガール取ってきたのかな。マジで魚は美味しくないの。スモギリ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 あー、じゃあ、なんか、とにかくならうまくない日本の。これで食いつないで。ザ・ロイツ料理っすね。まさかドイツ行くと思ってなかったもん。それは、俺が食うの。死んでましたね。仕事が死んでましたね。3日間やばいね。面白いな。今それでいいじゃん。3日はいいけど。また後悔する。
Schmeckt mir sehr. Ja, wirklich nicht.